せーの、小座放送協会イエーイ,イ,エーイはいはいはい。はい、ラジオを聴いている皆さん、こんにちはこんにちははい、今週もやってまいりました小座放送協会。この番組は小座高校の放送が毎週何かと戦う番組でございます。<laughs> ますはいそしてこの番組では皆様からのメッセージやリクエストをお待ちしておりますメッセージやリクエストなどがある際は761アットマーク f m k o d a j p 7 6 1アットマーク f m k o z a j p までお願いしますまたこの番組はユーストリームとツイキャスで音声と映像の同時配信をしておりますツイキャスの方でもコメントを大募集しておりますそちらの方もよろしくお願いしますお願いしますはい

はい小座高校三年三組三番イレナです。おお、お願いします。トリプルスリー。小座高校三年九組二十一番雨で足が濡れてちょっと気持ち悪いコハクカです。はい。足が。足が。足が。雨雨今日すごかったね。そう昨日から。うん。 いきなりのんの夕方、夜ぐらいからねばーって降ってね、そう、ピカピカゴロゴロ、ピカピカしてて、夜もずっと降ってたんだよね、目覚めたときとかに、あまだ降ってる、超降ってる、雷もやってるみたいな感じで、うもう、お母さんが家にいたから、発声練習できなくて、外でやってたらいきなり雷、ピカって光って、それどころじゃないなって、戻ってきた、つばゆやでございます。 <laughs> 雨の中発生してたの。はい、あそう雨だから逆に周りの人には聞こえないからいいかなと思ったら雷になってちょっともうそれでこれだ、ね、<laughs> 懸命な判断でございます、ね。そ,うそ,うそうはいそしてそして今日は何の日でございましょう。はい、はいはい、じゃあ紹介します。今日は大仏の日。大、え、仏、ー、大仏の日。七百五十二年のこの日奈良東大寺の大仏海岸供養が行われたというなんか。 大物、んなんだけど、なんか大物の日だそうあと、えーとなんか有名なの、なんか食と野菜ソムリエの日とか、食と野菜ソムリエ、<laughs> 日本ベジタブル＆フルーツマイスター協会が制定、今日は4月9日なので、しょ食の頃が発生、あーなるほどね、<ー>食,食なわけね、野菜ソムリエの日、食と野菜ソムリエの日 <laughs>、うん、他にもフィンランド語の日ってやつね、フィンランド語 <laughs> フィンランド語の書き言葉の父と呼ばれる牧師、ミカエル・アグリコラのああミカちゃんね、ミカちゃん、<laughs> お前、友達か。 フィンランド語どういう感じなんだろうね。フィンランド語。まず、フィンランドってどこにあるのかがちょっとわからない。ヨーロッパ系寒そうじゃないじゃんなんか、ヨーロッパ系ヨーロッパ系だったら、なんか、めっちゃ巻き舌が多そうな。みたいな。そう。フィンランドバッタプライショーみたいな。それ、なんか、絶対違う系のイタリア、イタリア系に。はい。で、ここでツイッタース来てるので読みたいと思います。沖縄大好き、フェアリンチさんから、こんにちはって。こんにちは。こんにちは。 おなんかこんにちはこんにちはこんにちは最初からいましたよねあああれ自己紹介飛ばしちゃから飛ばしちゃったね私がいたんですよ母嘘ですどうもこんにちは小学校二年の鈴鹿です二年生なんだいえい同級生だ同級生だあさ同級しました有年はいや うん、超ごめん、ラジオのこと忘れず、学校にいた、<laughs> あー、あー忙しい、そう、ね、超ごめん、会長、し忙しいっすね。いやいや、みんな忙しいんすわ。はい、じゃあ、こんな感じで進めていきたいと思います。うん、放送協会ここでで一旦でーいや はいお送りしている番組は小座放送協会でございます毎回テンションよくわかんないこの入りの感じさあ始まった新学期新たな友達何これしかも因が踏めるっていうわけでもないはい新学期始まりましたね。ね、新たな出会い 新たな出会い。新たな出会い。はい。あ、なんか、うん。俺なんか、クラス変わんないんだよね。あ、そっか。そうなんだ。持ち上がり。持ち上がり。持ち上がり。え、マジ持ち上がり。特集は二クラスしかないから。文系理系で分かれるとかじゃなくて。持ち上がり。うん、特集実は関係ないんだよ。文系理系。選ぶだけ。持ち上がり。分かれない。え、じゃ、あ新たな。 出会いいいいとかもななな出席番号もまんま持ち上がりだから名前順だからさめっちゃいけるんだけどって感じマジかええ俺らめっちゃ入れ替わってなんかもうバラバラな感じになって入学当初並みのみんなシュンシュンしてるあでも2年の時だった自分たちも2年に上がった時にんか でも違うさあの十組自分なんか十一年の時の十組と九組の雰囲気が違いすぎてごっちゃになった時のなんか全体のアウェイ感みたいなみんななんかその場にアウェイ感じてるみたいなちょっとみんなすごいまだシャイシャイしてる感じシャイ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 してるシャイ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 それで今シャイシャイしてるのいや俺はツハシャイシャイしなさそう俺はもう早速なにこの 去年普通クラスだったところから特進クラスに来た人たちにお、君名前何みたいな名前何みたいなえタツナリって言うんだけどじゃあお前タッツーなみたいなようタッツーよろしくなみたいな軽いすごいツハっぽいツハっぽいでも去年9組だった人にはなかなか話しかけられないという意味のわからないコミュ障を発揮してマジかマジかいいと思うよあれツハは何組だっけ 俺は10組10組かあじゃあ単人変わらず尾長先生よかったねいやポン出し便利超楽しいはい、えっとじゃあツイキャストユッケ先輩が来たんで読みたいと思います <laughs>

でですユッケです今日はね、ちゃんとした理由があるんだよ。<メ>しゃべってごらんなさい。えっとね、実はですね、えのはい。今回もまたね、応募してしまいまして、なるほど、なるほど、ちなみに理由っていうのは <laughs> 夢見が悪いああ、でもね、あれを、それはなんかちょっとしゃあないわ、超夢見が悪いの、昨日はね、夢見が悪すぎて4時に起きて。 うん、そう昨日12時に寝たのに4時に起きて夢見が悪すぎて夢見悪い前の前振りの話からしたらいいと思うよ痛いってやつ足が、はい、そうそうそうその前日がさ、うん、すっごいあの学校から家帰ったら学校1日目ね4月7日、うん、に学校から家に帰ったらすっごい足が重くて痛くてなぜわかんないのその理由がわかんないのいい、ねうん、理由がわかんなくて重くて痛くて そして、思い,いや疲れてるんだろう、多分と思って、寝たらすっげえ夢見が悪くて。<laughs> 起きたら、お腹痛くてみたいな。何かに疲れて。るんじゃないだから、ユッケだから、なんか疲れるとか、ありえそうだなと思って、うん。誰かお祓いできる人いないし。ね。つは <laughs>、ねね、なんかできそう、ね。いや、俺できないっすよ。うん、できそうじゃん。ない中国語でお祓い。いやいや、なんか。放送部の万能。万能装置な。なんでもできる,感る、ね。感じがいや、さすがにお祓いはできないすよ。<laughs> できるそうな気もするけどね。いつの間にかしなんかやってそう。だよたかし,なかしなんでそうだよね。ちょっと。<laughs> あ、なんかついてますよ。ペって。軽 <laughs> い,い <laughs> あ。足が軽いみたいな。<laughs> <laughs> すごい。<laughs> それはね、さすがにできないですね。あ、そう、夢見てたら、俺さ、あの。うん、あれ、授業の選択で教室がいろいろ変わるからさ。うん、なのか。あの夢で教室間違えてめっちゃ遅刻する夢見た。 ああ怖いはっ待ってなんで俺書道教室にいるのやばいやばいって言ってから遅刻するよお前それをさ間違える以前の問題じゃない <laughs> 俺初動取ってないし、ね、<laughs> お前ってないお前お前それは間違える以前の問題じゃないんでなんだろうね 俺は夢じゃなくて現実でちょっと教室を間違えてしまったっていううわつらみ1年生のところ行った <laughs> いや,いや去年の1年10組のとこああ2年10組のところ行こうとしたら、うん、な,んかなんか予想以上に知らないメンツがいっぱいいて変わってるよねそう,そうなの教室配置そうそうそううちの 9, 9組だったところ2年8組だよねなんか場所が変わってて7890がなんか逆になった感じ 分かんないそうそうんか789右から順に7890だったのが左から順に7890になってて変わったんだなんかなんか特進クラス変わったにしてはすごい知らないメンツが多すぎてあれみたいなクラス表示見たら8組だよみたいな8組だよみたいない超恥ずかったドマイドマイそれぐらいじゃへこたれないあだからあのクラスに あの特診1年の特進で見た子がいたんだあっちの端っこのクラスにああなるほど、うん、なるほどね落ちたのかと思ってたゆきああの子落ちたのかとか思ってたねえじゃああ,あの子特進落ちたのかなこのクラスにいる特進と特進固まってんだね <laughs> 2>, 2年と1年 1> ああ近いんだね、うん、そうそうそう,そうでねもういやもうね1年生めっちゃ初う々いういしいというか1年前は、うん 俺もあんな感じだったんだなっていう。いや多分お前そんな感じじゃなくない。お前は絶対違う違う。絶対ちょっとそこらのイ年ージは違うイメージって感じだった。こいつさ初っ端からさあ先輩チーズみたいな。残念です。違う違う。え待って違う違う。俺最初の頃はこんにちはみたいな。な。えなんかお前二日目くらいからチーズじゃない。えだった。一先輩チーズみたいな。でもね二日目くらいから。 そんな感じするよね。マジ。一日目こんにちは二日目チーズ。チャライチャライチャライ。そんなチャライなタいやうん違うよ。一年生さやっぱり一回目のお昼ご飯みんな外で食べてる。分かる。昨日超思った。なんかあるあるだよね。こう昼時間になった途端にみんなブーって。外出るって言っても自分出なかったんだけどさ普通に教室で食ってた。外で食べるって話になったけどいややめとこうみたいなみんな冷め切ってた。 なんか十なんかは教室で食べたけど中学校のメンバーで集まって食べたあ最初の頃はめっちゃめっちゃなんか中学校の人集まってどこで食べるみたいなうんだっただっただったいつの間にやら中学のメンバーとは一切集まらなくった本当本当だよいつの間にかクラスで固まってそうそうそうてかあれそもそも中学校の頃一緒につるんでたのがキユナなたちだからあんま変わらないんだよねぶっちゃけ 私中学校の頃つるんでたメンバーみんなチリジリにどっか行ったよああだだるねそうそうそう三郷高校やら浦添工業もいるからねうらやましいイエーイすっごいいっぱいいてなんかもうみんないろんなとこに行って小座校に来たの私しあと一人っていうねんかまあいろいろとこの時期は何かと変わるよねそうもうマジ変わるマジ変わる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  変わったのクラス。おとなしくなった？んおなか先生のおなかは大丈夫そう。あ、おなか先生のおなかも体調もあのお目目の方も大丈夫そう。あ、よかった。<laughs> もう <laughs>、まあ、バンポってなったりしない <laughs> な。ならないならない。そう大丈夫。でもね、うんいい感じ。そう昨日ねポスター放送部のポスターを張り歩いていたんですよ。あ、ありがたい。ありがたい。張り歩いてたらあのすっごい真っ暗な廊下でおなか先生とすれ違って。あ <laughs> こんにちはって言って頑張ってますね。はい、勧誘のために頑張ってますっていう会話をした。そう一人六円徴収だからね。そうね。ユキの印刷印刷あれしたから一人六円徴収ですよ。一人六円おき。五、okay. 円でいいよ。あマジで。ユキが間違ってたから五円だった。あマジか。ユキと木の計算してから何円一人何円徴収徴収したら。<laughs> ななんか何枚貼れるみたいなそうそそそううういうのを話しててでユキ印刷しに行って一生懸命赤いペンで生徒会の「せい」っていう字をポスターに書いてた,あり,がたいありがたいよしかもね気まずいのなんの、うん、そこね生徒会の2年メンバーしかいなくて3年1人しかいねえみたいなごめんね昨日帰っちゃったから昨日うん俺も帰ったすぐごめんねうん生大丈夫さねうん うんも,うね、もうみんな新学期で変わって新学期そうね新学期ね大変ねユッケが一番大変だねユッケ頑張れい聞いてあげるクラスにお友達が「一人もいないのさ」<laughs> うん、<laughs> 明るくな,い <laughs> なんか明るくない <laughs> すっごく一人もいなくてなんかあの萌子さんっていう方がいらっしゃるんですけど、うんすね、私なんか、ね、て クラス入ってくるたびユキの顔見てフ,フフフって笑うのどうしたのかなこの子と思ったらフフフフ目が死んでるフ,フフフって言って自分の席につくの <laughs> あいつだからあいつだから,のらあ,のあのさユキ1組にさ自分のおすすめの子がいるから紹介するねおすすめの子めっちゃいい子だっけ本当にめっちゃいい子弓道部の子。 なんんだけど長谷川さそそそうううわわかかるりまめっちゃいい子でしょおすすめだからその子とかんかもうすっげえさおすすめのさなんかさキャバ嬢かホスト紹介されてる感が半端ないってその子本当にに好きだっけ本当に「ハぁダぁはハはってやるじゃあ本当に癒しマジであのさ笑ってくれる自分が何やっても笑ってくれるあれじゃん苦笑いじゃん心の中でほくそ演んでるんじゃんまたこいつやってるよみたいなそんな子じゃない もうちょっと白いジュームシムクいい子ユッケとは違うねユッケとは全然違う発想が違うね下打ちやめえ <laughs> 響いてる全然違うちょっと待ってマイクが拾ってるから拾ってるんだよ <laughs> 拾ってるからいい子いい子 <laughs> ちょっとモザイクかけようぜそこは あるだろうじゃあねそろそろ曲に行っていいですかい,いっしょはい、もうね新学期が始まったということで「ポンキッキーズ」でドキドキの1年生ですどうぞ。あ <laughs> マジで はい、お送りしている番組は小沢放送協会でございます。イエはい、今週はね、新学期ということで、新学期について話してますよ。はい、話してますそうだよ。もう本当に、放送部はね、一年生をね、勧誘しまくらないとね、ツハオンリーというラジオになりましたそうなんだよ。ツハラジオだね。そう、ツハラジオはね、ちょっとね。 ワンマンラジオ。いや、高校2年でワンマンラジオとかちょっと。冠番組ツハユーヤノ<ン> <laughs> みたいな。<rast> えそれも悲しい悲しい。皆さ, <laughs> <laughs> さん、こんにちは。つはゆーヤ始まりました。ツハユーヤノー。コザ放送協会。みたいな <laughs> い。あ、違う、もう最初に K K 入れたい。キレイ、キレイ、こいい 音声作ればいいじゃん。あ、自分で。あ、もうここのポン出しのとこ入れて。怖い方って言われてしまった、ツイッター。ツイッターじゃツイキャスで。何かさ、何かが下にいるんであじゃあ、ちょっとね、メールが届いてるので、やったーやてたいと思います。ラジオネーム、ヌエベさん。 小座高校の皆さん、こん,こんにちは。こんにちは。学生は新学期ですね。す皆さんは放送部とのことですが、小座高校には他にどんな部活がありますかありま自分は部活はしてこなかったので、部活のイメージがよくわからないんですけど、一番濃い部活や他の部活に、<laughs> の、<い>一番濃い部活や他の部活、 の噂などがあれば聞いてみたいですということです。すごい部活は楽園じゃないちなみに小佐高校部活は何個あるかわかる？えっと三十、三十、三十、七、四十二。あ惜しい。四十二個あります。そう多いよね。多すぎだよね。あでも今年なんか地球科学同好会が出来上がるっていう。大好きそれは。びっくりした。あもう作る気満々そう違う。 じゃ誰が作るの？あのさ先生が。でもさゆきあと一つ気になってるのがあってさ勉強同好会ってな出てる出てる出てる。俺は入ります。あそうなんだ。入るの？二年十組はみんな入部する。なるほど。勉強同好会。そう勉強同好会。素敵。そうそうそう。おにやか先生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 。 ここねおにゃが同好会がねが3つくらいしかないんだけどね、うん、あとねなんかなぜかわからないけどゴルフ同好会があるんだよね、うん、あん、うん、去年からゴルフ同好会があってねなんかよくわからないなんか漫画研究会とか。 がないのにさ、そうね、なんでさ、ゴルフとかさ、<laughs> そっち系があるのか不思議でさ。<laughs> それはなぜですか、小ザ高校だからです。<laughs> さしてください。なるほど。なるほど <laughs> そう、なんか、あれだよね、小ザ高校って部活が、あの、なんだろう、謎だよね。うん,うん。なんか、変わったのないかな。変わ,変わったの、あるか。変わったの、あんまなくない、変わったでも、結構、王道を全部。 王道をてる感じ王道は全部ありますけどみたいなんかマイナー系がそんなにないよねあでも普通に野球部でサッカーバスケバレーでテニスバドーラグビーで卓球とかもそこら辺の王道なやつも大体ありますねありますね 濃いのって言われてさ今思い出したのがさ陸,陸上部なんだけどもああすっごくあ陸上部はね人が濃いね,ねいや駅伝部も結構じゃ、うん、あのね濃い陸上部のね武将会のやるやつが毎回毎回受けて、うん、もう。 ギャグ、<laughs> 何なんだろう、あれ。そろそろ、武将会の季節だよ。そうなんですよね。今週の、今週じゃない、来週の金曜日は部署会の。<laughs> 部署会のね、来週ちょっとね、武将会、こんなのがありましたみたいな紹介する、しようと思ってますね、えべさん。 ぜひ来週聞いてくれると来週どんな部活が何をやったのかみたいなそうそうそうまあ部活の個性が分かるかなっていうそう例年ので言うと卓球部が亀の産卵やったりとかあああれは気持ち悪いねそう男子卓球部が生まれる生まれるって亀の産卵やってピンポンボポン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 まの下から投げてくっていう武将会をやるのが卓球部衝撃的なあれはあれめっちゃ衝撃的あんなクレイジーなの卓球部強いんだよ そうそうそ強いんだよね。強い優勝しちゃうからね。去年アベック優勝した。怖い怖いもん。強い、強いから、あ、わかんない。ユーモア大事ってことじゃないかな。まね、部署会については、来週また詳しく紹介したいと思ってます。では、メールが来てるので、もう一通のメールの方読みたいと思います。ラジオネーム、ピサさん。こんにちは。いつも元気なこざ、二年。 新学期始まるうー<て>みんなはどんな過ごし方するのみんなの過ごし方教えてって新学期ので新学期の新学期か新学期はね期はうんあのじゃあ人ずつザハからじゃんえお俺から、うん、俺から新二年生からええあーまあまあ俺は俺はねなあ勉強勉強しながらこの何知らない人と関わりを増やし LINE の友達を80人ぐらい増やそうかなってお結構すげえちなみに今何人ぐらいえ今は200人多くね十分十分多いと思うようん頑張ってでまあそんな感じでねこのつながりを広げていこうかなって思ってます9組にもちょっと侵略しに LINE の友達190人うち50個公式アカウントああ いいことしてる2年生で勉強できると思うよ。はい無理無理。そんなの無理。て怖い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 頑張れい怖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 夏休み怖い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  いってらっしゃい過去予定過去予定あ予定なの切れそうだリューキーフロックス行こうかなってもう行くよ行きそうだ体育祭の練習しないよ俺頑張れ頑張れいいねそれはいいいいと思う自分が一番だよやりたいことをやるべきそう今年はねやりたいことだけやろうと思ってますよピザさんだから俺ホームルーム長のやつ手あげなかったあ、よくやったよくやったない。スツハナ もうすごい重たい空気の中 <laughs> 先生と目が合う中俺はちゃんと <laughs> よく頑張ったよ, <laughs> よく頑張った,ったあと2学期分頑張れそうするべきよあと2学期手を上げないように頑張れ <laughs> 自分も何も1回,回入らなかったあと2回まあという感じで、ね、俺はやりたいことをやっていこうと思ってますよいいピサさん素敵。 はい、以上、ツハユヤでした。なおになる前にね、マナさんが初見です。あ、ジャース、初見さん、ありがとうございます。やった、やった。はい、で、なおは新学期どう過ごしたいはえ？まず、あの、去年の反省を生かそうかと。あの、去年、本当に提出物を全然出さなくて、もう、成績がひどいことになっていたので、もう、今年は絶対に全部出します。 それと数学で絶対赤点以上赤点以上赤点以上赤点ない <laughs> 赤点を取らないように頑張るはい頑張れ、うん、頑張れ頑張るよ、うん、って感じですえノ川はい、江ノ川はあのちょっと今年は個性を押し殺しクラスの内科で叫ばず クラスの中でおとなしくむりむりむり <laughs> すっげえ無理って言うなよこれから頑張るんだから好きクラスの中で叫ばず叫ばず騒がず叫ばないしかやらないじゃんそ, <laughs> <laughs> そうそうそう叫ばず騒がず悟りを開き生活していきます頑張ってください, <laughs> っださいあっちのピッサさんさっしーそれは無理だねってなんでだよ

哲学、哲学。ね。あれ雪、そんなシャウトしてる?。うん。なん。か、いいことあったら、すごいさ。シャウケ。シャウケ。そう。雪ね。え。すっごいね。何かあったらね、三組に言いに行くの。シャクシャク。ちょうど、なおが、窓側の、真ん中に座ってて。窓側に。なお。なお。こう、見に行くの、すっごい。めっちゃあ、短時間のために、来るから。ビックラーじゃん。そうそうそう。ちょっと、なおに、ほら、現象起こしてる、今年は。 多分叫ぶね。聞かれてるかもしれない。頑張れ。なんてこった。強く生きて。強くいきます。っていうことで今年の目標強く生きる。心心心折れないように叫ばず強く生きる。頑張れ頑張れ。頑張ります。頑張れ頑張れ。はい近所鈴子は？近所鈴子は自分も好きなことをして生きていきます。もう。 自分のことを考えたい <laughs> <laughs> <分>切実もう人のこと考えていきたくないんで今年はもう、うん、自分のためにいきたいと思います、うん、受験だしだ現役合格したいんで自分のために頑張ってください頑張ってくださいうん小発カンタはあれっすね一応特進なんで勉強頑張ろうかなって思ってますちゃんと、うん、昨日ノートも買って 雨のそうちょっとあ降ってないいけるかなって思って買いに行ったら降っちゃった帰り辛かったそう自分ねなんかちょっと小ぶりだったのバス乗る前、うん、小ぶりだったからよっしゃこれなら行けるだろうって思ってバス乗って行くじゃないバス降りるじゃないザーってーこいつと思ってそのまま家まで走った <laughs> <ん>頑張れ,頑張れ 頑張れ昨日はやばかった昨日はいきなりなんか唐突に雨降るねりなでなんね梅雨入り梅雨入り梅雨早すぎやし今週雨ですよでも結構割とんかギャンギャがギャンギャが雨だよ 雨ね超雨降ってる雨だよいや無理無理待って俺そんなお払いもできないし何この雨やませる儀式とかもできないそうだねさっきから津波は儀式系のプロになるいやいや津何でもできそうだもんねこういうのはちょっとパセリの方ができそうな気分分るやばいあいつ魔法陣描いてそうめっちゃかっこよく魔法陣描きそうめっちゃ魔法陣描いてかっこよくやって超脱なんか雨 払いの仕方してちゃんと雨やむっていう一応ちゃんとやみはするんでパセリのおかげじゃんあらパセリを出したから聞いててちょっとやったんじゃないおはらいおかやいじゃないおおすげえ怖いよそれ一人で踊るのこいやばっかアメやましたみたいあどこいどこい あのね、<laughs> ちょっとね、ツイキャスいいかしらどうぞどうぞ。あのね、夏になると最強になるってなんじゃらほい。ホイユッケが、うん、ユッケが。マジで初めて知ったんだけど。なんで言ってくれなかったの、ねね、知らなかったよユッケ、夏弱いんだけど。<laughs> 知ってる。ハワイに逃げるから。うん、ハワイに逃げるくらいには弱かった。暑いの嫌いいっつってハワイに逃げたもん。<ー>かっこよすぎでしょ。高校2年生、<そ>もう今日もう、沖縄の夏なんていや、ハワイに行くって。<laughs> 汗かくのなんてハワイにに行行くっっってて言ハワイたはそんな涼しいイメージないけどねそうでもさ正直ってね汗めっちゃ沖縄かくじゃん歩いてたらめっちゃくそ汗かくじゃんハワイかかないの全然乾燥してどっちかっつうと涼しいのへえわかるそんなに暑くもならないけどそんなに寒くもならないわけあっちへえ安定してんだそうそうそういいね年中七分袖でいいんじゃんくらい「Wi−Hi 行きたい」「ゆっけ Wi−Hi 行して」 避難して家建ててああ住む気気温がいい感じっていうことでもうでに住みたい俺そうそうそうなんかねハワイきっと住みやすいよ覚えて行ってみて思っなんか日本が家になったらハワイハワイに逃げるといいよそうだてお金貯めてからハワイちょっとでもさハワイってさあれらしいよ日本人も多くて 結構住みやすいらしいよ。お、なにそんなに俺をハワイに住ませたいでもそうユニエンコで死ぬって決めてるから死ぬ場所決めてる。ユニエンコで死ぬ。ボリビアの。なんかさあの英語の教科書のすあのこ新しいやつの青いやつ。鏡みたいな。そう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 。あれあれあっちあっち。その景色が映るやつ。そうそうそうさあっちで死ぬって決めてる。ねえちょっと言っていい？ちょっとさゆきさピサさんから喧嘩売られた。なんて？ 変え変えちょっとねお嫁やめやめ何彼氏作らないのってちょっと警戒された彼氏できると思ってるの頑張ってよ恋愛解禁あそっか恋愛解禁だろうがなんだろうがさ彼氏できると思ってんのお前らなめんなよはいはいじゃあねそんな感じで俺たちは過ごしていきますということで

1>, ドキドキ1年生な気持ちになっちゃいました。ってへ。もういいか最初だしな。昨日他のクラスもドキドキして入ってきてたからなよし。新学期最初のコザ放送協会。みんな元気に挨拶するよ。準備はいい。行くよ。せーのこんにちは。こんにちは。イエーイはい、みんなありがとう。 このクラスの担任になった沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー。<laughs> ラジオネーム沖縄大好き、ヤイビーン、新学期もよろしく。 たーいはいさてい、はい、今回のテーマは沖縄そばによく使われる七味唐辛子をちょこっと入れるつもりが手が滑って間違って全部入れちゃった話ではなくテーマフリー話変わって昨日は県立小学校の入学式がありましたね新しい先生新しい教室新しい教科書新しい友達などなどワクワクドキドキなことがたくさんありますねみんなは入学式の思い出はありますか最後まで放送千葉リオ沖縄大好きでした ギャラガラパタンということで金婚観婚の時点で刺した <laughs> 絶対があると思ってはいじゃあちょっとねリクエストが来てるのでこのリクエストを流した後に、まあ、入学式の思い出を語っていこうかしらと思ってますでリクエストはクローサピーさんフェイトハチネミックで千本桜ですとマジかオレイデン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  はいお送りした曲はクロースピーフェイトハチズミクで千本桜でしたイエーイイエーイはいそしてお送りしている番組は小田放送協会でございますデッシャはいじゃあ先ほどに引き続き入学式の思い出引き続いてはないと思うけどそうラジオあメールメールに引き続いて入学式うん俺の後ろの席の男子があれだった あの代表挨拶だった。へあ知り合いだったしかも。スイミングスクール一緒で。やっぱだよねみたいな感じのでもさぶっちゃけ言っていい。雪も古発とスイミングスクール一緒なんだ。え嘘。美里とスイミングスクールでしょ。一緒なんだ時間帯が違うだけだったんだ。なななんでマジ？うん土曜日だった雪たち。あでも土曜日俺たまに行ったよ。サボった日とか。 土曜日でこいつ違う曜日だったのうん、うん、木か金ぐらいだ全然覚えてない、うん、すっごい違うから、うん、前話したでしょ話したっけ <laughs> 忘れてるよスイミングはニライだった2来2来ってどこにあるの三郷、うん、省の裏イススミングスクールあっちもあるんだ行ってた俺もオーシャンスイミングスクールにちらって みんな行、うん、ってたね通ってたけどやっぱ入学式の時にいなかったかなっていう入学式いなかった <laughs> いなかったっすねさらに言えばうちの妹の後ろの席の人も新入生代表だったってお <laughs> <laughs> 前ら兄弟でしかも1年の時の担任が2人とも情報らしいわ <laughs> なんかウケるなと思っああやばいもうさすが個別の地みたいな そうだねもう入学式っつったらあの最初のホームルームで誰かホームルーム長やる人いないっつって手挙げたことしか覚えてない <laughs> <laughs> あ自分も手あげた <laughs> 一番最初に手あげたなんか「やりたい人はーい」って言ってなんか中間髪入れんやー,ーい」っていいそれやって 2>, 2人いたからなんか。うん 1学期で2学期ねみたいなうんうんなんかオーディションってなってオーディションなんか意気込みを語れみたいな入学式ななんかやりたいことなんかうーみたいななんか普通にペラペラって喋ったらもう一人の方がうん特にないって言ったから即決だった特にないえぐいすっごい面白かった特にないの子がもうその時点です超ツボだったわけやばい超面白いと思って超面白かった そのことぐらいかな入学式ね入学式はね覚えてないよそんなあと入学式はあれだ高校の入学式はずっと喧嘩してた人と喋った2年ぶりぐらいにやっとそっか仲直りできたのかいうんうんよかったねあっかった OK うん 入学式さ遅,刻し遅刻したっていうかあの最初のクラスで集まるなんかこのリボンみたいなのもらうときがあるじゃん、うん、あ,あれをちょっと遅れてしまって、うん、であすみません遅れましたみたいな入ったらもうみんな座ってて先生が立って話してて超ああ <laughs> やべえみたいなすみませんみたいな超焦ったしかもさこの自分の教室行く前にあの2階の2年生の方い行こうとしちゃって。<laughs> もう 一応ギリギリで止まったけど危なかったあれなんか雰囲気が違うみたいなやらかしてるね <laughs> 絶対なんか1年生の雰囲気じゃなかったからそうなんかゆきはね入学式ではないのだけどね新入生オリエンテーションというものが3月にあるじゃないですかあったねうんね3月にあるじゃないですかその新入生オリエンテーションの日にクラス発表あるじゃないですか、うん、あったね、うん、でするじゃないですかうん 大喧嘩したっていうかもうすっごいなんかなんだろう性格が合わなくて、うん、わーって言い合いになった言い合いになったような人と同じクラスしかも2番くらい後ろみたいな <laughs> すっげえ近いみたいな <laughs> やばいでその斜め後ろにね隣のクラスの席にちょっと中学校同じ方がいら,しいらっしゃいましてすっげえ爆笑しながら指さされたのを覚えてる。<laughs> すげえははあ、どんごいえーみたいなこいつと思ってうんどんまいそうちょっと悲しい気持ちになったオリエテンションでしたよ、うん、オリエンテンションとか覚えてないなもう2年前なんだなって思うもう1年前なんだなって思う本当に1年前前だから覚えてるよ <laughs> お前覚えてるオリエンテーションはあの目の前のやつが同じ中学校のやつだったから普通に喋りながらやってたら終わってたっていうああ オリエンテーションガチで記憶オリエンンテーショ後ろの子が一緒の幼稚園で同じクラスだったから、うわー、久しぶりってなった、親、親含めっていうのを覚えてる。沖縄大好きフィアリンチュさんから、入学式のリハーサルで新入生全員発声練習させられたことあるよ、専門学校時代にって。あ、専門へえ。どんな専門だあ、あ、あ。 多分違うよね <laughs> 多分違うと思う挨拶じゃないのかなんかおはようございますおはようございますおあしちょうんみたいなちょんそんな感じおはようございますありがとうございます失礼しますみたいすみませんみたいえなえ何あのー、だった宝塚 <laughs> 宝塚宝塚あイメージ イメージイメージ,メージなんか毎朝みんな集まって「おはようございます」「おはようございます」はますみたいなのやってそうやってそう愛想をして,して,ていや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 い塚ごう嫌用のイメージあーあ<ー>勝手に勝手にだけど宝ジェンヌ宝ジェンヌみんなあーっていうぐらいにはそんな感じのイメージうん、うん、そうだねなんかすごいやばくないだって宝塚の人のさスタイルやばいじゃん同じ人間と思えないすごい尊敬な意味で、うん、もう背筋 みんなピーンってしてる橋の長さちげえみたいな顔の小ささちげえみたいな <laughs> すごいよねめっちゃかっこいいね、うん、はい入学式の話から宝塚の話になるね毎度毎度なんだけどなんか放送部って男子も味わいようが女子の会話みたいにポーンって飛ぶよねポ、うん、ーンって飛び方すごいよねなんか 入学式から即で宝塚だからね。早いよね。一瞬だったね。そう、一瞬だね。しかも、何の食い違いもなく宝塚に行ったっていう。当然のに宝塚。宝塚はな宝ジェンヌ。競争率。二十倍という。え、も沖縄の人もいるよね。でも。そうそう。倍率二十倍らしい。クラス全員で受けたら二人受かるよ。受ける。受ける。 待って待ってお前らその中に男子がいるということをお忘れなくでも女子が大体半分ぐらいだから一人受かりよ <laughs> クソ野郎だった一人受かるから割とクソ野郎だった多分 <laughs> でもダメかて <laughs> か半分,、ね、半分もいねえよ理系はうんなかったうちのクラス女子32人から31人になりました うちのクラスはは人人から14人になったはず女子は減ったね減ったんだよ減ったけど男子増えたから余計女子人口減ったははとうちのクラス17人から11人になりましたあそっか減った、ね、か減てないや減ったもん、ね、めっちゃ減ってこの係決めるみたいな時にほぼ全員クラス女子が出ないと間に合わない,っていうあれだあ,<ー>あれだすっごい女子が苦労する体育祭だああ そそそそうそうそう苦労しそう苦しわーお頑張って、うん、頑張れ、まあ、女子。俺は女子じゃないからそんな頑張らなきゃ。えじゃあ A じゃない A じゃない。A じゃない<え> A じゃない。待って俺そういうキャラじゃない本当に。<え> <laughs> お前クラスの重心で頑張りよってやるキャラじゃないのはい ファイトだよいややらない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 ややららなないいほらみんな声出して頑張ってってやるキャラじゃないのそろそろエンディングの時間だあれそろそろエンディングの時間だイエーついに来てしまったこの時間が来てしまいましたそしてエンディングになるとなんでみんな黙り出すんだ黙ってないよ自分。なんかすっげる喋しゃべってねえぞなんだろうね喋ってるよ そういうもんじゃないそういうもんじゃなくねエンディングってそういうもんじゃないちょっと静かな感じそうう静かな雰囲気なのエンディング今週は新学期についてたくさん話したねみたいな話話したね今日は新学期についてたくさん話したねそれしか言ってねえじゃん話したね話したね懐かしい思い出たくさん出てきましたけども沖縄大好きフりんさんもうそろそろ終わりですよ そうなんしすよ。水曜日には待ち構えている実力テストイエーイ何もやってない爆弾も投下したな忘れてたよないとこのねスタディサポートでめちゃくちゃいい成績を取ったら東京の難関大学に顕微で見学できるっていう 企画があるらしいけんぴケンピって言った瞬間、俺、芋ケンピしか出ない。あっ、あの企画ね。そうそう、あの企画ね。例の、例の、あれ、あれ。例の、あれです。で、15日には、何この、なんだ部署会だ、部将会。で、27ぐらいには遠足だよね。あ、そうそうそう。もうね、4月、5月はね、行事がいっぱいいっぱい。そうだよ、週単位であるからね、週1、週1。遠足終わったらゴールデンウィークじゃん。 そうそしてゴールデンウィークが明けたとたんに中間テスト違いますよ新感競技大会ですあれ新感終わったら中間テストだいやいやテストの話ばっかじゃないかテストの話ばっかしてるあツイキャス AKB ファンさんもう終わりそろそろ終わるよ終わっちゃいますあえでも水カレー美味しいよ 水カレーあ具材何も入れないであマジ飲み物それは飲み物それは飲み物あれちゃん缶に売ってそうじゃんカレーカレーってあと10分秒だよでもカレーは飲めるぜ以上はいじゃあねこんな放送協会でしたでは皆さんまた来週もこの時間にお会いしましょうバイ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 